さて、お待たせをいたしました。先ほど申し上げましたように、ここからは先ほどの先生方の基調講演を踏まえて、もう少し詳しく聞いてみたいなという部分をお尋ねするという、パネルディスカッションのようなものですが、それと皆様たくさんのご質問頂戴いたしまして、短時間でありがとうございました。これをできるだけご紹介をしてまいりたいと存じます。それではですね、最初にこちらが同じように進行を務めていただきますパンキャンジャパンの真島さんでいらっしゃいます。真島さんから一言自己紹介をいただきたいと思います。膵臓がん患者支援団体パンキャンジャパンの事務局長をしております真島です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、先ほどは4人の先生方からご講演をいただき、そしてがん治療学会学術集会の会長でいらっしゃる西山先生にもご挨拶をいただきました。皆さんもそうかもしれないし、私もそうなんですけれども、今まではこう医療者の学会というと何か遠い遠い雲の上のような、そんな存在に私も思っていましたけれども、アメリカの、がん治療学会、同じようにあるんですけれども、このがん治療学会というのは患者ですとか患者団体も学会員と同じようにこう出展ができたりというふうな、非常に開かれた学会だという話を以前聞きまして、何か羨ましいような感じだなと思っておりました。ところがこのがん治療学会の方でもこうスカラーシップと言いまして、がん患者団体とかがん患者さんに門戸を開いて、そして研究者や治療者の皆さんと同じ地平でいろんなことをやっていこうよという動きがあるようですけれども、こうした動き、お取り組みに対して最初に少し西山先生の方からお話を伺いたいと思います。最初にちょっと時間オーバーしてお話をしたので、繰り返しになってはいけませんけれど、日本がん治療学会はですね、まだ歴史は浅いんですけれども、実はここ3年間の間に、できる限り開かれた学会にしようという努力をしてきました。最初の1年目に初めて患者さんに、私どもの学会のお金を使って、ご出席いただいて、学会を見ていただく、勉強していただくという機会を設けました。これが最初のステップで、去年は私どもが知り得ないような、患者さんでなければわからないような問題点って何があるんだろうというふうなことを明らかにしました。で、今年はその問題点に対して僕ら学会がどういうふうにやってできるんだろう、ホップ、ステップ、ジャンプの今年が3年目というふうな形になります。で、私どもが求めたいのは、最終的に何のためにがん治療について研究をするかというと、患者さんに戻していくらなんぼというふうなお話です。その患者さんたちが現実にどういうふうなところにギャップを感じ、どういうふうなところを求めていらっしゃるかというふうな意見は、私どもにとっては必須です。ですから、どんどんとそうした形の中でご参画いただきたい。で、治療や新しい治療を生むとか、あるいはこうしたお薬が使いたいとか、こうしたところまで保険が欲しいとか、そうしたことについてもご希望いただければ、一緒にディスカッションしながらいけるだろうと。学会の果たす役割は、サポーターというよりも正確な科学的なデータをご提示をして、そうしたものを進めていくということだというふうに言って考えています。ぜひともこれからどん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 ご参加いただいて、そうした形のものについて、ご意見等々がいただければというふうに思っています。おそらく来年はもっともっと大きい協力の体制になるだろうというふうに思っています。どうもありがとうございました。最近はがん研究も市民や患者さんと共有していこうよですとか、同じ地平に立ってがん治療、がん医療をより良いものにしていこうという、こういった取り組みも進んできたようでございます。さて、先生方の基調講演をお聞きしまして、私たちこう市民にもこのがん治療をより良いものにしていくためにできることがあるんじゃないかなとい こう気づきがありました。その一つとして、松尾先生にお話をいただきました、タバコの危険因子ということ。私もタバコイコール肺がんということをすぐタバコというと思い浮かべてしまうんですけれども、やはり膵臓がんにとっても非常に大きな危険因子ということですね。それと刃物、葉酸、
葉緑、緑黄野菜、こういうものをこうたくさん取っていくということはいろんな面で言われていることでもありますけれども、いかがでしょうか松尾先生、こういった周知が進んでいるようでまだまだというところがあるんでしょうか。どういうふうにこれを進めていけばいいでしょうか。そうですね、難しいと、食べ物をこうしましょうとかいう話をですね、皆さんにしても、それはまあ毎日の食事で、例えば国が、あるいは県がとか、そういったところが皆さんにじゃあ給食をお届けするというような体制というのは、現実的ではないですよね。そういう意味で、こういう情報をですね、発信して、で発信者の受ける側の、こういったところにいらっしゃる方というのは、どちらかというと、そういうことに関してはかなり、どうですか、意識の高い方がいらっしゃっているのであまり心配いらないんですけど、そうじゃない方にもそういったものがその届くような仕組みっていうのが必要ではないかなと思うんですね。で例えば葉酸なんかで言いますとですね、アメリカとかだと食べ物の中に葉酸を入れなきゃいけないというような、要するに食べ物に、サプリメントではないんですけど、葉酸を強化した食事というのがこのように出回るような仕組みというのを作っていて、そういったもの、葉酸は別に膵臓がんだけじゃなくて他の病気にも関わっているものですから、そういった形で知らない間に予防されているというような状況というのを作るのは一つの手ではないかと。あとタバコに関しては政府ができること、個人の自由だというところも、なきにしもあらずですから、そういう意味でただそういうのになるべくですね、皆さんが触れられないようにする、あるいはもういいかと思うような状況を作るというのが多分公がやる仕事ではないかという意味で、一つタバコの値段がどんどん上がってて、吸われる方は腹が立ってしょうがない、なぜ私だけこんな目にと思うのもそれは分かると思うんですけど、ただ自分が吸うだけじゃなくて周りの人にも同じようなことを、あるいは害をもたらすかもしれないというものに関して、なるべくそのアクセスしづらくするというのはあるべき姿なのかもしれません。他にもそういう予防だとかそういったものにつながるものっていうのが見つけられるといいなと思って、こういう疫学研究をやってるんですが、そのいかんせんですね、日本だとそういった疫学研究自体がですねあんまりなされてないというか、してもですね、特によくあるがんだとそういうのは比較的小規模でもできるんですけど、膵臓がんぐらいのめちゃめちゃ多いわけでもないと、でも少ないわけでもないというような微妙なその規模で発生するがんに関してはなかなかそういった検討というのがなされてないというのが現状で、それにかつ遺伝子だとかそういったその個人の持っている遺伝的な背景だとかそういったものも考慮したような研究というのを広げつつ、かつ実際これまで分かっているものに関しては広報しつつというような、その自転車の前輪と後輪みたいな感じの展開というのが望まれるんではないかと思います、はい、どうもありがとうございました。でもう一つですね、患者の立場から今までは本当に医師にお任せという部分が大きかったと思いますけれども、この膵臓がんの治療のお話を聞いて非常に強く思うのは、私たちがこう病院選びをどうするか、患者として主体的にこう病院選びを自分でやっていかなきゃいけないんじゃないかということ、そういうこともこう非常に強く思いました。ただですね、この病院選びをするためにどういうふうにしたらいいのかという、こういう手法といいますか方法といいますか、こういうものがなかなか分かりにくいですよね。かかりつけ医、開業医でちょっとおかしいよということになって、どういうところで検査を受ければいいのか、どういう病院で治療を受ければという、これは中尾先生にお伺いしたいんですが、先ほど山尾先生の方からも尾道の病診連携のお話がありました。こちらの地域では明大病院をはじめとして病診連携のようなことはどういうふうな状況でしょうか。がん拠点病院、あるいは大きな病院を中心にですね、開業医さんも含めて病診連携、今非常に進んでいると思いますが、名古屋地区ですとね、例えば名古屋大学を頂点としてですね、関連病院というのがワンサとあります。ですから、例えば外科の患者さんにすればですね、私の関連の病院ですと、そこで検討してなかなか難しいというような話は必ず相談が来ます。で、先ほども言いましたように、決して一人のお医者さん、一人の科だけで、手術ができるとか、この治療しようというのは、よくなくって、やはり医療スタッフのですね、いろんな科の放射線科、内科医、腫瘍内科医、外科医、そういうものをですね、検討をした上で治療方針決めるというのが、今は大事だとされております。ですから、かつてのですね、皆さん方も非常に
セカンドオピニオンとか私のところも見えますし、大体手術については私のところも見えます。それから山本先生とか診断についてよく行かれると思うんですけど、もう堂々とですね、そこでですよ、私は紹介しないというようなお医者さんがあったらですね、これはもう即座にね、そこはおやめになった方がいいと思います。やっぱり自分のデータを全部さらけて、どうぞ CD に入れて持ってってくださいというのがもう、今は普通だと思います。ありがとうございます。もう先生のような方からそういうふうに言っていただけると、あ、セカンドオピニオンは当然の権利だなと、私たちにもこう確信できるようになります。どんどんそういうご発言をお願いしたいと思います。それからもう一つは、膵臓がんというのはこう早期に見つけるというのが非常にこう難しくて大変なんだなという中で、診断が非常に進んできたんだよというお話を山本先生から伺いました。例えばこういう症状があると膵臓がんが疑われるよということも詳しく教えていただいたんですけれども、一つこうありますのが、例えば開業医の先生は全てのことに詳しいわけではない。もし開業医の先生にそういうふうに導いてもらえたらいいんですけれども、そうでない場合っていうのも少しはあるのかなと。だから患者がどういうふうにその膵臓がんを早く見つけるということを意識して医師とコミュニケーションをしていけばいいのかなと、このあたりをちょっと山尾先生に補足をしていただけると。はい、わかりました。以前はですね、肝臓がんですと例えばウイルスですね、あるいは胃がんですと、ご存知のようにヘリコバクターピロリとかですね、そういうハイリスクのものがございましたけども、膵臓がんというのはなかなかハイリスクっていうのが、あるいはその膵がんにかかりやすいっていう疾患がですね、なかなか明らかにされてきませんでしたけれども、私お話の中でさせていただきましたけども、やはり糖尿病で、急に悪くなったり糖尿病で発症したり、一度はですね、膵臓がんあるかないかっていう検査をぜひしていただきたいし、あと急性膵炎とか慢性膵炎とか、あれは今日申しました、強調させていただきましたけども、膵嚢胞とか膵臓の管が太いよと言われたときはですね、一度はですね、膵臓がんがあるかないかですね、ないことを知ることも非常に重要ですので、ぜひそういったある程度ですね、その開業の先生に言っていただいて、それこそ先ほどのお話ございましたけども、病診連携でですね、病院で検査のできる病院をぜひご紹介いただいてですね、まずはそういったことでがんがあるかないか、特に膵臓がんがあるかないかということをチェックしていただきます。それでそれで現時点でなかったとしてもですね、やはり1年に1度は適切な検査を、こういうリスクを持っていらっしゃる方はしていただければと、そうすればですね、今の状況を少しでも早期診断につなげるようにいい状況になるんじゃないかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。それとですね、私たちはミーネットと申しますが、600名近くのいろんながん種の患者さんご家族が参加している団体でございます。がんの種類別にいろんな患者会も定期的に開催したり、がんの治療体験者が1年ぐらいの講座を受けて、サポーター、ピアサポーターっていうんですが、いろいろ皆さんとこう伴走していくというか、同じ立場でご相談を受けています。再発転移に向き合ってらっしゃる方も非常に多いんですね。で、今日は水野先生のお話の中に、例えば進行した膵臓がんでも治らないということをはっきりおっしゃって、そうして治療の目標を決めていくという、これは非常に大切なことだと思います。化学療法自体が目的になってしまってはないというお言葉も、患者さんが残された時間いかに幸せに過ごしていけるかということを医療者の立場からお考えいただいているとも思うんですね。ただ本当に患者本人も家族もそうですが、治らない、つまり命の消費期限を切られてしまうわけですよね。その大きな衝撃と混乱の中で、何かこう目標を見つけていくとか、生きることの意義を見出すとか、非常にこの難しい場合もあります。ですから延命ですと言われるのは本当にドキリといたします。ですからできるだけ共存していきましょうみたいな言い方をしていただけると、まだちょっと心に優しいかなという気もする中で、私たち患者や家族っていうのは最後の最後の時まで諦められない思いもあります。そうした中で、一つもうこの辺から皆さんのご質問をできるだけ多くしていきたいんですけれども、